ヤンファンリーベックヤンファンリーベックは、オランダの植民地監督者であり、ケープ植民地を建設したことで知られる。オランダのクレンボルフで生まれ、スヒーダムで育った。父アンソニーは船を所有する船乗りで、北海貿易で富を得ていた。ヤンファンリーベック自身は20歳で、下界となり、助手として東インド会社付け船中尉バタビアの下界の助手などを務めた後、 1639年にオランダ東インド会社に加わり、1638年バタフィアに赴任してからは商社マンとなる。1642年には商業リサーチの仕事で長崎出島に派遣される。ベトナムのトンキンでの絹貿易に従事する貿易の責任者も務めたが、主貿易と不正蓄財により、その職を解任された。 1645年一時帰国する。1651年に南アフリカにオランダ入植地の建設を命じられ、オランダの東インド会社のケープタウン補給基地建設の指導官として、再び海外へ派遣される。1652年4月6日に、後のケープタウンの地に3隻の船舶、ダラマダリスとレイジジャーと声でフープを率いて上陸し、 東インドとオランダの貿易航路の中継地を作った。1652年から1662年の間マラッカ総督を務めた。ケープの司令官としてテーブル湾を港として整備し、果物や野菜を栽培し、コイコイ人から家畜を入手した。最初の鳥は木材や土で作られた。現在のケープタウン上は、 ファンディーベックが南アフリカを離れた後の1679年に完成したものである。バタビアで没した。ファンディーベックは1652年12月17日、南アフリカで発見された最初の水星 C1652Y1 について報じた。小惑星ファンディーベックはディーベックにちなんで命名された。年から年まで。 南アフリカの紙幣にリーベックの肖像が用いられた。リーベックが建設させたオランダ東インド会社の農園の一部はカンパニーガーデンとして現在バラ園などのある市民の憩いの場所になっている。ありがとうございます。